呂布軍が反旗を翻し、城内のほぼ全てを掌握されてしまいました。あの野郎、やっぱり俺たちを裏切りやがったか。留守を狙うにしては出来すぎ。こりゃひょっとすると炎術の助手進行も呂布や陳宮の手引きか。んなことはどうでもいいんだよ。兄者の留守に城を取られたなんてバカな話になってたまるか。行くぞ。呂布をぶちのめさなきゃ俺の気が済まねえ。戦いの中途で報告を聞き引き返したが、チョウン殿、そなたの危惧した通りになってしまったようだ。翌徳と雷賓殿が中にいるとはいえ、相手はあの呂布。まずは城内の二人と合流しましょう。呂布へ対抗するのはその後です。なんとか城の中の二人まで私の力を届かせるわ。まず合流することに専念なさい。城と助手はもらったぞ。文句があるな、俺をねじ伏せてみろ。張飛殿、士兵たちが帰ってきたみたいだ。城も掌握されて、このままだと危ない。一刻も早くあちらと合流しましょう。やっぱり裏切りやがったな。だから俺は呂布なんかとの留守居は嫌だって言ったんだ。お怒りはごもっともですが、今は何とかして士竜たちと合流することを考えないと。城を奪うおつもりですかな。ならば、ならばこちらは兵器にてお相手いたしますぞ。迂闊に城へ近づくのは危険か。紫伯と張飛殿が無事だといいのだが。城壁からの攻撃が鬱陶しいわね。あれを何とかしないとこちらが危ないわ。中から止めてくれるといいんだけど。
非城主の命によりここより先貴様たちを通すわけにはいかぬ。もともと俺らが置いておいた兵器じゃねえが、てめえに突き立って触られてたまるかよ。
城壁の兵器が止まったか。これで紫伯たちと合流ができる。急ぎ城内へ向かうぞ。合流できたか。紫龍たちも無事で何よりだ。城へ戻ってきてくれてありがとな。いや、城に入れたのは二人のおかげだ。紫伯、張飛殿、無事に合流できて本当によかった。ふっ、来たか。だがお前たちに城は返さん。俺が助手を収めるのを黙って見て。あの鬼神が出てくるばかりじゃなく、敵の増援まで来てしまうなんて、もう城を捨てて引くべきじゃないかしら。
切り者のそしりはいくらでも受けよう。全ては呂布殿の天下のため。張文煙、何人もここを通しはせぬ。可否城は失ってしまったが、こうして翼徳と雷賓殿と無事に再会できた。今はそれで十分だ。急ぎ脱出しよう。兄者の無念痛いほど分かり申す。関雲長、いずれ必ずこの日の屈辱を晴らしてみせましょうぞ。
ここまでくれ。可否は呂布に占拠されてしまった。何なのあの恩知らずの獣は。劉備と彼に従う趙雲たちや私は徐州を追われることになった。領地を失った劉備はなんと以前自分を責めた曹操を頼るという気は確かなのかしら。敵に自分の命を預けるだなんて。そうしたらなんと曹操は最上のもてなしで我々を受け入れた。人間は全く何を考えているのかわからない。味方だと思えば敵だし、敵だと思えば味方だし。この展開を劉備が予測していたのならば相当な器ね。趙雲も劉備のこの奇妙な器に惹かれ始めたのかしら。曹操殿、行くあてのない我らを迎え入れてくださったこと。あの猛獣を駆逐するためにお主たちの力を欲し引き入れただけよ。決して義理や情けなどではない。曹操殿、仲間に引き入れてくれたのならあなたのものは私たちのものも同然よね。二つの宝玉を私に渡してくれないかしら。あれはもともと私のもの。あなたが持ち続けるには危険な代物だわ。おお、宝玉はお主のものだったか。確かに人知を超えたあの力、一つ誤れば陳宮のように味方を巻き込む災害となろう。だがわしは違う。この力を我が覇道の原動とし天下の統一を果たす。つまりそれは返す気がない。そうは言っておらぬ。わしが天下を治めた後お主に返そう。それまでしばし使わせてもらうのだ。仲間ならばお主のものもわしのもの、文句もあるまい。どうだおぬ。な、何を。私のものを返さないばかりか、預けろですって。ハハハハハ、ざれ言よ。お主の理屈を聞き少しからかってやろうと思ったまで。お話し中に失礼します。呂布が徐州を出てこちらへ向け進軍中、間もなく勝敗に達すると報告がありました。動き始めたか。趙雲よ、その娘を連れ勝敗へ行き呂布を迎撃せい。わし。ちょっと、まだ私の話が終わっていないわよ。早く私の力を二つとも。今何言ったって聞いてもらえませんって。ほら、劉備殿のいる勝敗へ行きますよ。呂布め、我らは曹操殿に身を寄せる客将。今の手勢ではとても対抗できぬ。弱気になってる場合じゃねえぜ兄ちゃん。可否の恨みを晴らさねえと俺の気が収まらねえ。落ち着け欲徳、力に任せるだけでは少数の我らが不利。
なんとか打開の策を見出さねば。エンデー、曹操殿からの援軍が到着しました。率いておられるのは趙雲殿です。おお、趙雲殿たちか。よくぞ来てくれた。ついに曹操殿が呂布討伐へ動かれたか。おそらくご自身も後よりこの地へ参じよう。兄者、それまで援軍と共に耐えるのです。戦もせず、ただ城にこもるだけ。所詮逃げるしか能のない雑魚。劉備、俺がその首跳ね飛ばしてやる。我らだけでは勝ち目は薄かったが、趙雲殿たちが来てくれて望みはつながった。曹操殿の援軍が来るまで持ちこたえるのだ。こちらが届かない位置より。城内は追い詰められ疲弊し、高台に展開した呂布軍が趙雲殿たちを攻撃、進軍を阻んでいます。頼みとする援軍の動きを止められてしまうとは。我らで高所に布陣する敵を撃破せねば。敵は全て打ち払われたか。これで援軍も身動きが取れよう。
今更あがいたところで我らの優位は崩されようもありませぬ。さあここで一息に劉備を打ちましょうぞ。諦めてはならん。皆、死力を尽くせ。
私が一本取られると、さてさてどう巻き返しましょうか。劉備殿、ご無事で何より。直に曹操殿も援軍を率いて到着します。それまでは我ら団結し窮地をしのぎましょう。おお、趙雲殿、よく来てくれた。
柱に向かっているだろう。面白い。消し炭にしてやる。雑魚が湧いて出てきた。来い、俺がまとめて叩き切ってやる。
おお、曹操殿からの援軍が到着したか。よし、この機にこちらも攻めて出る。勝敗の呂布軍を一掃するのだ。ほう、なかなか見事な連携だ。五人の呼吸が一糸乱れず揃わなければこれほどの攻撃は繰り出せぬだろう。これまでと覚悟を決めていたが、趙雲殿や曹操殿のおかげで生き延びられた。本当に感謝している。待たせたな、劉備よ。これよりあの猛獣呂布を狩る。奴を押し返しつつ可否まで追い詰めるのだ。お力添え感謝いたします、曹操殿。お主のために呂布を撃つのではない、我が覇道の妨げとなるから撃つのだ。劉備よ、お主とて波動の邪魔となれば躊躇なく斬る。それを忘れぬことだ。麗華と申したか。お主の力は今わしの手元に二つある。その使い方しかと見ておくがいい。どういうこと？自分は董卓や陳宮たち野郎時代の輩と違う。それを見ていろというのは、蚩尤を倒した力を自分は使いこなすとか。